人に教えられるぐらい復習をすることによって本当に自分のものになるわけです。我々の目標は平均点などではなく満点だ。公式なんていうのは忘れたって導けると。頭には知識はあるの、あとは訓練と引っ張り出す練習とスピードの問題です。世の中で常識だと思われてることをですね、疑ってかかること。現役合格メソッド東進ハイスクール。成績を伸ばす一番簡単な方法は1、音読。英語なんて言葉なんだ。こんなものやれば誰だってできるようになる。問題文をどう読んでいくかということ。公式は全て、瞬時に導ける。定義がちょっとでも曖昧になっていると途中で間違ってくるんだよ。基礎の基礎が怖いってことを今日何度も言っときます。じゃあいつやるか。今でしょ。現役合格メソッド東進ハイスクール。